皆様明けましておめでとうございます。絶望ラインコーでございます。私は独身工場勤務の非正規労働者です。なお YouTuber ではありません。工場勤務は設定ではなく過酷な現実として今年も向き合う必要があります。本日は独身寮で過ごす年越しの様子をお届けします。少し巻き戻り、クリスマス、サンタさんから素敵なプレゼント、抽選で購入した PS5 が届きました。 FF7 のユフィ編を追加購入し、年末年始はやり込む予定でしたが、2日ほどで終わってしまい、何もすることがなくなる。午後は有馬記念を応援しに汐留へ。タイトルホルダーを軸に3000円分買うも、すべて外す。手取り16万、賞与6万のうちの3000円、痛すぎる。大晦日は人生の大逆転、夢のファイヤー生活のため購入した年末ジャンボ。当選金額300円。地獄の苦しみ。失意のままコミケへ出陣。午前入場チケットです。久しぶりです。寒い。入場時間まで待機します。寒い。皆さん会場待ちです。準備会有志の皆様、開催ありがとうございます。会場まで90分ほど座って待ちます。寒い。気温2度、ヒートデックとカイロでしのぐ。魔法のリングと絶剣の冬毛です。畳も連れてきております。寂しくない。皆様それぞれの方法で時間を潰してらっしゃる。入場の行進、心臓を捧げよ。戦利品です。寒さに体力を奪われ、東館のみで断念したため、イラストではなく漫画が中心となりました。どれも生殖を題材とした人類愛を説く高貴な作品たちです。薄い本を拝読する思考の時間。大晦日はいつもこんな感じです。生殖は素晴らしい。私も人類の種に貢献するため、来年こそ婚活を頑張りたいです。年越しスペシャルディナーをご紹介します。どん兵衛かき揚げそば、枝豆ほか酒など、一人で静かに新年を迎えます。
テレビでトラック野郎を鑑賞しながらやります。乾杯。黒ラベルと一番星のコラボです。最高だ。今年も世話になったな、デスケンよ。風呂上がりにお笑い番組を見てたくさん笑いました。正月を会津で過ごすことはここ10年ありません。コミケ、サークル参加したり、音楽労働などがあるほか、三が日は喜多方ラーメンがクローズで、ちょっと損な気がします。そろそろ年越しそばを食べましょう。どんべえ。安定のうまさ、しかし絶望感がすごいです。大晦日の独身寮、どん兵衛をすする40歳を救えるのは、どんぎつね、君だけだ。明けましておめでとうございます。2023年の始まりです。どんな思いを胸に迎えられましたか？鶴岡八幡宮でも。ジェスケンよ、今年もよろしく頼む。令和5年元旦、うさぎ年なのでうさちゃんがお目見え。可愛いですね。ふるさと納税のおせち、豪華です。説明を省略すると2000円で買えます。エビっぽいの、カニっぽいの、餅菓子など、毎年ふるさと納税はおせちにしようと思います。ふるさと納税をものすごく簡単に説明すると、ここでは少年漫画に例えてみます。納税王に俺はなる、税金が高いと。ふるさと納税、ドン。クソお世話になりました、これ返礼品です、みたいな感じです。わかりやすいですね。駅伝を見ながらおせちを喫食。金時豆、甘いからビューだね。これを2000円で食べることができる奇跡の制度がふるさと納税です。ありがとう、ふるさと納税。
飲み食いして昼寝で過ごす寝正月だ。うさちゃんの散歩をします。元旦の夜、つけ麺が食べたくなり大崎を目指すも、やってねえ、そのまま徒歩で五反田まで歩きました。人がいなくてびっくりしました。いつもはできないこんな遊びも。去年の暮れ、97年生ナショナルのストーブがついに沈黙し、買い替えたことをご報告いたします。新しい仲間アラジンの電気ストーブ、大変暖かい、魔法のようです。この通り絶剣もぬくぬくとしております。こたつとアラジンの両方から暖を取っておられる。おせちに入っていたエビっぽいのを味噌汁にしました。そう、暇なのです。とても美味しかった。カニのような食感と味でした。こたつで駅伝を見てダラダラと過ごしました。夕方、親族三親等が来るというので準備。彼らの時間の対価として金銭を与えます。非課税です。去年茶封筒で渡したところ絶望感がすごかったので、今年はポチ袋を準備しました。夜は正月らしく焼きます餅を。登場です。お雑煮。刃物のない茶色い雑煮を作りました。正月休み最終日、箱根駅伝を見に来ました。沿道で声を張り上げ応援しました。楽しかったです。雑煮はまだまだあります。毎食おせちと雑煮だ。仕事始め、卵屋の弁当が楽しみってわけね。ルパン、藤子ちゃん、その通りだよ。以上、正月の独身寮の様子でした。皆様、今年もぜひ絶望ライン校チャンネルをよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。
飾りが傾いてて不吉ですね。